マリアンヌさん、いますか？はい。何でしょうか？今、お暇ですか？お暇そうですね。ちょっと僕と一緒に来てくれますか？私に、何の用で？大事な用があるんです。私、何かしましたか？そういうことじゃないんです。まあいいからいいから。あここからは目を閉じてくれますか？え、それじゃあ歩けません。僕が手を引きますから。ゆっくりゆっくり。もういいですよ。マリアンヌさん、目を開けてください。街が夕焼けに染まってね、綺麗でしょ？はい。さっきみんなとこの夕焼けを見てて、マリアンヌさんにも見せたいなって。なぜ私に？だって君はいつも下を向いてるから、景色なんてちっとも見てないでしょ。景色というのは季節や時間、天候、それに時代によっても変わってしまいます。だからこの景色も今だけの景色です。見ておかないともったいないですよ。はい、それはそう思います。でも私と一緒に見る必要は。だって一緒に見たかったんです。綺麗な景色を見た時間を共有したいんです。でも私、せっかく見せてもらっても気の利いた言葉も出てきませんし。僕だってこの美しさを言葉では表せませんよ。いいんです、無理に言葉にしなくても。この景色にただ浸りましょうよ。ただ眺めて記憶に残すんです。それだけでいい思い出になりますから。ついでにこの景色を見た時、隣には僕がいたってことも覚えていてくれると嬉しいですけど。はい。ぼちぼち動くか？この時を待ってた！ゲリア！悪いが俺の勝ちだ。私ですか？立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。さあどうするんだ？僕の出番のようだな。この僕に勝てるはずもない。焦らず戦おう。加減すべきだ。私に任せてください。はい。当然の
でしょうね。さあ参りましょう。いつでも行けます。私ですか？私強いのだ。お疲れさん。僕に勝てるはずもない。貴族格が違うのだよ。さすがは僕だな。甘いぞ。この経験は糧になる。うまくやったものだ。先生、私ちょっと家に戻らないとダメかも。緊
急といえば緊急かもしれませんね。オドラの首飾りにバルミラの軍勢がちょっかい出してるみたいで。あ、首飾りは知ってます？同盟領とバルミラを分ける山脈をフォドラの喉元って言うんですけど、喉元の上に立つ要塞が首飾りって呼ばれてるんです。ええ、まあ私なんかいなくても兄さんがいれば片付くはずなんですけど、今回はどうしても手伝いに来てほしいって。兄さんも忙しくてお疲れ気味なのかしら。父さんはすっかり腰が重くなって自分で戦う気はないみたいだし、かといって進化に任せて戦わせるのは対面上よろしくないとかなんとかで、めんどくさいけど行くしかないみたいです。ねえ、聞こえちゃったんだけど。ん？ジリル君どうしたの？ヒルダ、パルミラ人と戦うんでしょ？そうだけど、だからって別にジリル君が気にすることないよ。そうじゃなくて、僕も連れてってくれないかな？え？なんで？同郷の人と戦うことになっちゃってもいいの？それは別に、僕のことを覚えてる人なんてどうせいないだろうし。そんなことより、僕は首飾りでの戦いで捕まってフォドラに来たでしょ。また僕と同じような境遇の子が出るんじゃないかって気になって。うん、レア様に拾われるまではゴネリル家の下働きで苦労してたから。なんかごめんなさい。でも私はバルミラの子を捕まえてきたりはしないよ。それならそれでいいんだ。見届けられれば安心できるから。じゃあ一緒に行こう。あ、よかったら先生も来てくれませんか？兄さんがいるとはいえ、やっぱり乱暴なパルミラ人と戦うのは怖いし。パルミラ人だっていろいろだと思うけど、先生が来てくれるなら僕も安心かな。やった、先生が一緒なら心強いです。じゃあすぐに出発ってことで。僕も支度してきます。あれ、だいぶ味方が押されちゃってる。ヒルダ様、よく来てくださいました。え、兄さんいないの？でももう大丈夫よ。じゃあ先生、全力で味方を助けつつ。裏道を覚えててよかった。ここからなら、立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。いつでも行けます。ぼちぼち動くか。ヒルシクラッセを甘く見たか。俺は僕の出番のようだな。私ですか？焦らず戦おう。さあ参りましょう。
私に任せてください。僕はいつでもいいですよ。さあ、どうするんだ？私ですか？冴えているね。これでいいかな。これ。
程度自慢にもならない。撤退ます。こう言うても嫌いじゃないね。やるときはやるんです。だいぶ クラッセを甘く見たか。格が違うのだよ。いい感じ。この調子。Thank you.
いよ。レア様見ててくれたかな。なんとか勝てたかも。うん、私実家に寄って兄さんに。彼らも本気でフォドラの喉元を超えようとしてるわけじゃないんです。いや、本気の時もあるかもしれないけど、今回みたいな小競り合いは違うというか。たまにああやって小競り合いを起こして武功を立てて強さを誇りたいんだと思う。そんなことで死人まで出してバカみたいでしょ。それで戦いの後は決まって宴が開かれて、身分も関係なく朝まで大騒ぎするんです。死んだ仲間を弔う意味もあるんだけど、ただただ騒いで盛り上がって、そういうとこ本当にバカだけど嫌いじゃなかったかな。それはないよ。僕の居場所はここだもの。それに国としてのパルミラは好きじゃない。武功を競ってる暇があったら親を失って困ってる子の面倒をちゃんと見てほしいし。はあ、疲れた。先生、チリル君、お力添えありがとうございました。遅かったね。兄さんには会えたの？うん、でも文句なんて言えなかったよ。だって会ってみたらね、青い顔してげっそりやつれちゃってるし、全身から謎の湯気が立ってるし、戦場に出る前に変なキノコを食べて当たっちゃったんだって。バカよね。それでパルミラ軍を撃退してきたよって言ったらすっごく褒められちゃって、先生やチリル君のおかげなんだよって言ってるのに全然聞いてくれないの。まあ嬉しくなくはないんですけど、それよりも面倒なことがあって、兄さんたら家督も辞退しそうな勢いで、それはもう全力で拒否しましたけど、その代わりにこれなんだかわかります？かっこいい斧だね。ご褒美にもらったの？うん、マフ・ブライクーゲル、ゴネリル家に伝わる英雄の遺産なの。この斧に適合する紋章を持ってる私が持つべきだって強引に押し付けられちゃったけど、無理ですよ私が持つなんて。先生お願いです、私の代わりにこの斧を預かってもらえませんか？英雄の遺産は恐ろしい武器です。半人前の私には運不相応に過ぎます。信頼して託せるのは先生だけなんです。お願いです、私を助けてください。あ、本当ですか？よかった。もうどうしようかと思っちゃいましたよ。こんな物騒で可愛くない斧、私には似合わないっていうか、よく見るとピクピク動いてる部分があって生きてるみたいで気持ち悪いんですよね。あ、でも先生が使えって時は使えますし、他の人に使ってもらっても構わないんで、あとはよろしくお願いしますね。ヒルダってすごいな。
なあ先生、あんたは神様ってのを信じてるか？ああ、セイロス教の女神様って意味じゃなく、もっと漠然とした人の運命を握ってるような、そういうでかい存在のさ。やっぱりそうか。俺も全く信じてなかったよ。もともと俺は神頼みってのが嫌いでね、頼れるのは自分だけだと信じてきた。その考え方は今も変わらないよ。神に祈って運に任せても戦争には勝てない。結局はどれだけ多くの兵を集められるか、どれだけ多くの策を用意できるかで決まる。だが自分の力ではどうにもならない。奇跡みたいなものはある気がしてな。どれだけ計算してもたどり着けない運命としか言いようのない出来事。例えばあんたと出会えたことがそうだ。あんたはどうやらとんでもない奴らしい。みんなそう思ってるぜ。天帝の剣を操る力、軍略の才、それに誰をも信頼させちまう不思議な魅力。あんたと出会うまであんたみたいな奴がいることすら想像してなかったよ。それが今となっては俺にとって必要不可欠な存在になってる。俺の望みはあんたなしでは叶わない。勝手な話だがそう確信しちまってるのさ。この出会いが偶然とは思えなくてね。となるともう運命としか言いようがない。俺の望みに共感してくれた神様が俺に奇跡を与えてくれたんじゃって思うのさ。あー、フォドラの女神様とは違う神さ。つっても想像できないかな。神様ってのはどこにでもいるんだよ。海や山を越えた遠い国々にも、フォドラの中も外も関係なく、もっとでかい世界の中で干渉せず、生かすも殺すもせず、俺たちのことをただ見守ってて、でもたまにちょっとだけ奇跡をくれる。そういうのが俺の思う神様だ。おいおい、そんなこと言ったらセイロス教徒に怒られちまうぜ。ただ俺は思うんだよ。どんな神を信じるも自由。神は信じるその人の心の拠り所であればそれでいいって。おっと、さすがにここじゃ場違いな話だったかもな。だよな、あんたなら理解してくれると思ってたんだ。ま、当分は俺とあんたの間だけの話にしといてくれよな。終わる。よくやってくれたな。この進歩はしているよ。そういうことでしたのね。